こんにちは、笹マックです。日本の県の中で一番広い岩手県全市町村を巡るドライブ第24話スタートです。現在国道45号線を南に向かって走行しています。今回はここ釜石市内を走行します。宇野住まい駅を目指したいと思います。この先右折すると三陸道の釜石北インターチェンジがあります。釜石北インターチェンジは現在ハーフインターチェンジとして運用されており、進行方向に制限があります。八戸宮古方面へは通行できませんという看板が出てます。このインターチェンジから入って北に向かうのはできないみたいですね。